酒が飲める酒が飲める酒が飲めるぞ。今日はですね、限界までちょっとお酒を飲んでみようかなと思いました。限界いつもさ、あのインスタライブの時ってちょっと遠慮しがちに飲んでるじゃん。深夜に居酒屋パーティー的な飲み会的な、うん、なんかもう忘年会始まってるとこ始まってんじゃん。言ってんの叩くなし。俺たちも忘年会ということで、はい、お酒を飲まさせていただきます。リョウのお母さんおすすめのピンクグレープフル、ね、じゃあグレープフル、あ、俺ダメだ、グレープフルじゃない、ピンクがいい。俺はじゃあマミーおすすめのオレンジ。はーい、はい、乾杯させていただきます。乾杯。うん、マジ美味しい。オレンジジュースって感じ。炭酸が強い。今日はね、ちょっとね、何を話すとかも特に決めてないけど、何か話していこうかなと思って。何食べんの？サキイカとかを大箸で。ああ、そうなんだ。食べようかな。なんかあれだね、スナックのまま臭いよ。いや、みんな見えてないけどさ、お姉さん座りしてるやん。俺らがさ、飲むのもさ、月に1回あるかないかくらいじゃん。それは嘘。それは嘘。だってマミーと会えば、飲んでる。月に2回は飲んでる。でも会ってないじゃん。ね、最近会ってないね。2人でさ飲むってなかなかないじゃん。うん、あんまりさ飲みに行こうってなんないよね。俺らだってさ、あれでも若者に住んでた時はさ結構行ってたよね。あれはだってそれは俺が働いてたからでしょ。ああ、そっか。うん、働いててその付き合いで行く店があったから、じゃあ休みの日にそこ行こうかってなってただけで、別にわざわざ飲みに行かないし。うん、そう。だからお酒にさ、うまいまずいあんまりないね。強いて言うならブラックリンクが嫌いくらい。ああ、わかる。それはなんかウイスキーの美味しいまずいはわかるんよ。うん、でもチューハイとかになってくると俺安なんかわかんないからさ。チューハイは何でも美味しいよ。しかもマミーに聞けばチューハイの美味しいまずいくらい飲んでんだから。本当にのお母さん酒飲みで。うん、でも最近一人だと飲まないって言ってた。あ、そうなの。うん、あんまり飲まなくなったって。いいことじゃん。だから俺たちと会ってさ、カニのバカみたいな。そう、飲んでさ、なんか先に酔っ払ってんじゃん。え、なんでかわかんないけど俺怒られてるね。ひどいんだよ、マジで。ちょっと聞いてほしい、そしたらみんなに聞いてもらおう。うん、なんか、お父さんからお母さんになんか服をプレゼントしたの。その服のセンスが、なんていうの、何のコラボ、何のコラボだっけ。ジョーダン。な、ジョーダン。バスケット選手の中にナルト好きな人がいて、そのナルトとのコラボでパーカーみたいな。そう、マジガチナルト。後ろに渦巻き、ちょっと後で写真探して出てくるから絶対。フード被るとここにさ、ナルトがある。うん、木の葉のマークね。うん、それをなぜか異様に気に入ってんの。うん、で俺はそれがさ、ナルトババアって言ったら怒っちゃってさ。違う、なんかその日俺が着てた服がダサかったって言われたんだよね。ああ、うん、その流れで、そんなことないじゃんみたいな。うん、そんなことないよ話を亮のお母さんとして。だから亮のお母さんも亮みたいな感じじゃん。俺にすごいさ、悪口言ってくる人って言って、おいデブみたいな感じじゃん。なんか今日の服ダサくないとかって言うじゃん。うん、リオがさ、いや、世の母さんに言われたくないんだけど。その時になぜか今日何も言ってないのに、リオのお母さんが酔っ払って、うん、俺言ってないのに俺に言われたと思ったんだよね、ナルトババア。ナルトババア。そしたら俺何も言ってないのにいきなりなんか怒られ始めたじゃん。うん、でなんかずっとムスッとしてたじゃん。マジで分かってる。なんかさ、こいつのせいなのにこいつはなんか我関せずみたいな感じで、まあまあまあみたいな感じじゃん。でどうもできないやん。どうもできないってお前のせいじゃん。いや、なんかいつも怒んないから、そんなことでさ。うん、なぜか言いやん。いや、あの酔っ払い方はよくない。あの昔の酔っ払い方の、あ、そのこれが小学校中学校あんな感じだって酔っ払い方。めんどくさい。でもあれで済んでよかったんだよ。そうなの。あれよりひどいんだから。どうなんだ。切れるんだから。なんでもう切れてたじゃん、あれ。なんで俺切れられてんのとか思って。切れるの、あれを凍ると切れるの。危なかった、久しぶりに見ただわ。だって危なかったもん、クソも。俺だって何も言ってないんだよ。何も言ってない。怖かったね。始まってでも30分くらいでそれ始まったじゃん。だから30分で酔っ払って、うん、じゃあビールで酔っ払ったんじゃないの。久しぶりのビールってよくないって言うよ。あ、そうなんだ。重箱ばっか飲んでたから。本当にあれは立ち悪かった、寮のお母さん。あれを俺と妹は経験して育ってる。いや、俺経験しなくていいの。別に経験しなきゃさ、大きくならないみたいな感じじゃないからさ。頑張った俺たち。あのガラガラみは大変なんだから。でもさ、それこそさ、俺のお母さん昔さ、スナックのお母さんさ、うん、
スナックのお母さんスナックのママね、うん、で俺小学生の時とかに、まあ、お母さんが働いてる時にスナックに遊びに行って裏の休憩室みたいなところで姉ちゃんとゲームしてたりしたことがあったんだけど、うん、なんか俺小学生くらいの時にさ知らんっていう言葉をそのお母さんのスナック出入りするたびに覚えてお母さんって知らんなのって聞いたんだってそしたらお母さんそれショックすぎてさもうそっから俺お母さんお酒飲んで飲みたことないんすごいねすごい傷ついたっていう心に傷を負わせたんですよ、その一言でごめん、飛んだ来たなそう案外センチメンタルだったのかもしれないね相当ショックだったんじゃないでも俺らああいう酔い方はしないじゃん、基本うんそこまで飲まないじゃんなんか、ヒョウとさ、付き合ってさある日突然酔って切れたことある、うん、ないでしょヒョウはうん、うん、あるうんいっぱいある量はあるあ、待って嘘だわ俺がないだけで量めっちゃあるわ昔さ昔元からね、うん、付き合ってた時にさ友達と飲みに行ってめっちゃ酔っ払って、うん、なんか帰り電話したの元からにめっちゃ酔っ払ってるじゃんとかって言われて何かわかんないけど急に切れたって言われたの、うん、すごいめっちゃ文句言われたんだけどみたいな次の日の朝ね、うん、でも全然覚えてないの何を飲んでそうなの？わかんない日頃押さえつけてるものをお酒飲んで爆発するみたいなのがいや、そう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 いや、うん、なんかそうそう言ったら俺が立場悪いんだけど結構そうなんか量ってさ、極端じゃんって例えば友達とかと飲みに行って帰ってくるじゃんもう二択なのすごいベロベロになって甘えてくるかぶち切れるか俺は今日どっちかなと思いながら見送ってんだけどさそれが切れる時だったらマジで最悪じゃん私止まんないじゃんうん、夜中でももう出てくーって言ってさキャリーバッグバーン出してさでもさ俺にさ、うん、ちょっと待って話そうっつってさ結局さトントンされてさそのまま、うん、あともう疲れて寝るしね次の日の朝片付けるんでしょそれはじゃあ見たくないよって考えたらお前お母さんとやってること変わんねえよ性格なのかななんじゃない俺だって別に日頃押さえつけられてるからさ、うん、抑えてない抑圧された環境であのさなんか見てる人たちがさりょうくんお姫様ですねとかりょうくんのわがまま叶えてあげてるひょうくんすごいですねってさ動画撮ってる範疇でしか見せてないのにみんなにそれを言われてるって相当わがままなの自覚しなさいわがまま？わがままと出しなくね何が？わがままとかってあんまり出してなくね動画で、うん、結構出してると思うえ、お前のさ、なんかそういうもう多くない俺的にお前の粗相を俺が片付けてるみたいな感じだって量はなんかさ、完璧ぶってるけどわがままだからわがままが浮くんでしょ俺ダメ人間って分かってるからさ、浮かないあーそれなんとなく分かるわ、それそれなんかみんなに八方美人にいい顔しようとしてるからさ、そうやったお前のボロが八方美人に出してるつもりないよしてるよだって八方美人じゃなかったらなんでそんな友達いるのなんでそんなに友達いないのな俺思ったんそれ自分でその考えたのなんで俺は友達が少ないんだろうみたいなそのなんか気兼ねなくポロッと言った悪口で人が去ってってる気がするんだよね今までだろうねうんでも出ちゃうんだよねあそういう性格だしねそれを笑ってくれるのが今残ってる友達って感じだからそれを笑ったり受け入れたりしてるのが今俺なの彼氏としていやそんなにひどい悪口言う言ってるかどうか聞いてみたらなんかちょっとさいじったらさなんかダメになっちゃう人もいるじゃんなんか良くも悪くも人間ってプライドあるじゃんあなたはすごいプライド高いじゃん高くないいや高いじゃんすごい高いの高くないでなんかそれをさちょっとでもさ傷つけられるとさみんな嫌な気持ちになるじゃんそこで怒るか怒んないかはさ人それぞれのさ、うん、導火線の長さが関係するけどさ、うん、逆に俺プライドというプライドを持ってないからさ自分のこと言われてもいいけどさ今怒れるじゃん自分のことさだってさいくら言われてもいいって言ってるじゃん、うん、でも俺リョウが言われるのは嫌だって言うじゃんでも俺が悪口言ってもお前はさヒョウに言うのはいいけど俺には言わないでって言うじゃん本当にお前そういうとこと思ってなんか友達いない原因それよだって平気なんでしょ平気よじゃあいいや平気平気ならいいや平気だけどあの心持ちの問題その心の綺麗さドブなんだよねお前人にドブやるとか言ってる場合じゃないドブだよそんなにかなうんひどいよお前なんかひどいこと言ったっけうん言ってないよなんか麻痺してるんだよねうんだって友達と会話するときにいじったりいじられたりするじゃんうんそれを俺がやってたらダメなのいじってもいい人のラインが量読めないからそうなるの違う違くない一回言われたことは認める一回やっちゃうの認めるでもすごいなんか少ないなんでさこう一歩ずつ行けばいいのにさいきなりさ5歩も6歩も飛ばしてさポンって言っちゃうの仲良くなりたいからじゃん仲良くなりたいんだったら仲良くなりたいですって言えばいいやなんでそんなさ小学生でも中学生でも分かるのできないことなんだったもんでも大人になって友達できなくねいやできるわ
何どうやって作るの？いくらでも作り方悪くない？何例えば仕事付き合いだったりさ、はい、仕事付き合いだって今いいやん別に YouTube かモデルかい YouTube でもモデルでも関わった人の友達になってくださいっていう友達になるでしょ。なんか寮の嫌なとこってさ、なれなくね。いやだって俺はね友達いなくて困ってると思う。結構多いと思う、うん、そこまで友達いない人見たことない。 いるよ。お前がたださその何気仙沼っていうそのさ枠の中でできた友達が多いからさ。でも生きてるのいつも同じだよ。あなたたちだって仙台っていうさ同じ学校だったっていう枠組みがあったんだよ。小中の友達そこでできるよ。だからそれはお前の問題だろっつうの、うん、じゃあその小中の友達みんな小中の友達いねえのかって。分かんない。いるんじゃない？いるから。でもなんかこういうのを聞いてさ、りょうくんひどいですみたいなことを言うのはさ、ちょっと見当違いかな、こいつと思うんだけど。どういうこと？だってそういう人間なの。でもある種人間味が溢れてるでしょ。うん。なんか。とてもとても。これが人間よ。なんか神様でちゃんと二物を与えないようにするんだなと思った。一物も与えられてないやつに言われたくないんだけど。二つの意味で。何で使ってんの。こういうやり取りをして多分俺が地雷を踏んだ時に友達がいなくなる。うんだろうね。うん、難しいんだよ。でもどの段階で言ってんのだってそれ。んどの段階の人に言ってんの。どの段階でもさ。いやダメな人に言っちゃダメよ。ダメ。どの段階でも言っちゃまずい時ってあるじゃなく、まずいっていうかタイミングとか、うん、それあだから自分に問題あるでしょ。どっかで踏んでる。自分に問題あるでしょ。気づいてないの自分で。自分に問題あるんだって。えでもそんなことねってなっちゃうなんか。俺が相当ひどいこと言ってんのかな。うん。そしてなんかそれを指摘されてもさ、うん、なんで俺が悪いのって思うタイプだからで。え何が悪かったのかなって気づいてないでもだって。だって気づいてあげさせようとして言ってもそんな認めないじゃん。認めるって大事だよ。認めないよ。言ってんじゃん。お前だけな。だから俺言ってんじゃん。認めなさい。でも。友達がさ、急にいなくなったらさ、モデルの仕事するって言って LINE 全部消したのも結構問題あるんだよね。そうなんだ。うん。そうね、お前はそういうとこあるからね。うん。もう戻そうには戻せない。うん。なんか本当に弱ったのらね、こうって感じ。でもさ、リオ、どっかでさ、あなたその性格を変えないとさ、将来孤独死一直線。お前の顔が通用するのは40代前まで。40代前までに友達作ればいいんでしょ。うん。だからどっかで変えないと。どうやって友達作るの？今から私どうやって友達作るのじゃなくて、あなたのその性格をまず変えたら勝手に友達ってできるんじゃないの。だって何があるの。そのなんていうの、自分一番みたいな。そんなことない。お前さ、俺にはこうやってさ思ったことをすぐ言うじゃん、うん、えこれが嫌だこれがいい、うん、例えばご飯食べに行きたい、じゃラーメンは嫌だ、ファミレスは嫌だ、マックは嫌だみたいな感じじゃん、言うじゃん。でもお前友達といる時って何も言わないくせに後から俺に帰ってきてさ、うん、ねえみたいな、楽に連れてかれたんだけどマジありえなくなーって。なんでそれ、なんでそれはもっと友達できない。それやめて。だからなんかどこに行くかより誰と行くかの方が大事なんだから。違うの、なんかマックに連れてかれてさ、7人いてさ6人中マックに行きたいって言われたらさ、俺でしかないんだってこっちは。でもさ一回折れたんだったらさ、そんなふつふつさなんか文句をさ垂れる必要もないよ。なんか文句っていうかさ、今日あった出来事みたいな感じで言ってるだけだからさ、お前の脳内変化が勝手に文句だって決めつけてるだけでしょ。あれが文句じゃなかったら何が文句なの。感想、今日感想でそんな言い方しないでよ。これからさこの動画を見た人がさ、もし亮太さ、まあ、どっかで知り合って遊ぶってなってさ、この動画のことを思い出してさ、家で亮君すごい文句言ってんのかなって思っちゃうんだよ。言わなくないあんまり。まあでも相当やばい時あった時は同調するけど。何かあったっけ。クレカ投げるとかね。俺でも変なことはあんま言ってないと思うんだよね。やばいことしか言ってない。やばいことすることじゃなくて、もういいよ俺の話は。お前俺の悪いところしか言わないんだもん。お前喋んないでうざいから。見つけないで。なんなそんな感じ。自分が優位に出せないから。じゃなくてさっきからその話しかしないじゃん。で何の話。だってお前さ、これでコラボとか言ったらさ、永遠に俺の悪口言ってんでしょ。なんかそんな気がすんだよね。だって俺量の少ないとこいっぱいいるもん。あそう、じゃあえ、なんかいいじゃん。例えばお互いの好きなところをな、そういうとこ。え、じゃあさ、自分の好きなところ言ってみ。自分の好きなところ、量に優しいところ、うんうん、それ自分の好きなところじゃない。なんかそれ何、優しいところ、何が優しいの。みんなに優しいわけじゃないじゃん、だってお前それ。うん、優しくする人には選んでる。うん、俺も優しく一人にする人には選んでる。誰が優しくしてんの、友達。よく言えよ。お前の友達なんけど、それさ
俺のいいところ、好きなところを言ってください、うん、聞いても優しいところしかないの。え、違う違う、あ、何、リョウが、うん、俺がリョウに対して、違う違う違う、そうじゃなくて、リョウが俺の好きなところを言えっつってんの。え、わかる日本語。何言っても怒んないところ、うん、なんかちょっと違う気がするけど、一緒に過ぎてさ、好きなところの自覚がないのかもしれない。一回なくなればいいんでしょ。いや、ちゃんと整理しなきゃいけない。元カレの時もそうやん。いや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 言って別れて後悔してるんでしょ。だってさ、元カレがさ SSS ランクで俺 S ランクって言われたの。聞いてきたからでしょ。いやいや、聞かれたんだったらさ、いやいいよ、心の中でさそう思ってもいいけどさ、聞かれたんだったらせめて俺 SSS にしてくれ。本性しか、本音しか言えないの俺は。その嘘しかつけない、嘘言えない。じゃあ SSS の話する。いや、何さ、うざ、見てんのかな。見てないと思う。見てないと思う。見てないか。うん、綺麗な思い出って感じ、俺の中で。ああ、そこで今またほじくり返したら汚くなっちゃうとか。いや、綺麗な思い出も何違う、なんて言えばいいの、綺麗にしてたい思い出。うん、でも一貫して、なんか振り向いてほしかっただけ。なあ、めんどくさかったってことじゃん。俺が、うん、めんどくさかったんでしょ。振り向いてほしくない。だって振り向いてほしくない、単純に。振り向いてほしいって何。俺をまず一回優先にしてほしかっただけ。ああ、そうなの。友達じゃなくて。え、それしか言ってないよ。これ飲む。うん、本絞りと。あー、でも本絞り飲まれるならあげる、これ。え、なんで俺も飲みたい本絞り。俺さ、選んだよ。え、だって俺はそれ本絞り選んだんで、これでお前らも取って。なんで2本買ってきたんだからさ。で、何？お前っていつも思うの、俺は大丈夫だからとか言う時に限ってさ、ガンガン使ったり飲んだりする。最近ストーブ、なんて言ってたっけ、ストーブ、はい、この時期寒くなります、ストーブ灯油買うってマミーが言ってくれたじゃん、うん、欲しいの今年もって言ったらさ、うーんみたいな。俺は使わないから大丈夫。え、使ってないよ別に。え、一人の時。え、え、知ってるよ、お前一人で上に行ってる時にさ、ストーブついてるの。え、それはだって量が来るからでしょ。え、じゃあ何、俺そのまま置いといたら寒いとかって言ってさ、寒いんだけどストーブつけたよとかって言うよ。それってなんかさ、汚いね、そういうところがない。何が汚い、事実しか言ってる。毎回言ってるマミーと、あいつさ、あいつさ、ストーブ使わないとかじゃ、ちゃっかり使ってんだよね。ちゃっかりじゃない、だって一緒だよ。そういうとこ汚いんだよな、あいつみたいな。マミーと喋って。ほんとさ、今日そういうとこあるよね。お前とさ、マミー集まるとさ、最悪だよ。なんだろう、タチの悪さがさ。タチが悪いのは、この会話を言わなかったらタチが悪くて、でも公開してるから俺は。で、マミーも言うやん、うん、それはお前の目の前でも言うやん。マミーやばいよ、お前のマミー、本当に。やばくないよ、ある種本音なのよ、ずっと。うん、だからいいやん、あの裏も。でもさ、本音で言った後にさ、その酔っ払ってさ、本音が上手って出た後にさ、うん、フォローが何もないのよ。ね、ひどいよ。で、お前もフォローがないのよ。フォローできないの。だって実際問題さ、リョウのお母さんって別にさ、リョウがまだ女の子と付き合えるっていう希望を捨てられてるわけじゃないじゃん。それが発言の節々にたまに紛れてくるじゃん。それのさ、フォローみたいなのがお前からもないねん。なんかそれフォローしちゃうとさ、マミーを傷つけるなと思って。なんか行動だけ見ればさ、いや言葉だけで見るとすごいさ、マミーってお前に対して結構ひどいこと言うけどさ、でも行動だけをさ、見るとさ、ね、すごいヒョウに優しいじゃん、うん、いや、どっちなんだろうと思うよ。え、だから行動を見るんだよ。言ってるやん、100の言葉より1の行動だって。で、あれで本当に嫌いだったらお前と一緒にご飯行ったりしないやん。しないよ、しないよ。違う、俺がうんぬんじゃなくて、りょう、うんぬんなの、それは。だってりょうのお母さん、俺のお母さんじゃないからさ。うん、だから余計なことは言わない。それ以上なんか、なんて言えばいいの、普通に酔っ払ってたんだよ、アハハみたいな感じで終わらせるってこと。だってさ、本当に嫌だったらさ、俺がさ、ひょうと付き合ってるとか、男と付き合ってることも嫌でさ、ひょうのことも嫌いだったら一緒にご飯も行かないよ。密会してればいいやん、一生二人で、俺とマミがね。でもちゃんとさ、ヒョウも呼んでさ、三人とかはここの家でご飯食べたりとかもするわけじゃん。だから節々にそれが来ても、でも一緒に今は楽しく過ごせてる。まあいいやね。うん、だって NHK のさ、あれだってちゃんと撮ってくれたしさ、その後連絡来たよ、うん、そういうところをさ、見てさ、なんかわかんない、その言葉はきついけどさ、行動見たら可愛いじゃん、すごく。うん、世のお母さんの NHK の話を思い出しちゃった。何だっけ、なんであんたたちそんなにかわいそうに映ってるの。まあ、別にこれはさ、NHK を作ってくれた人がうんぬんとかじゃないっていう話をまず前提でね。俺たちも思ったの、同じこと、うん、単純にそれはね。なんか結構それこそ動画撮影してる時にいいことだけを言ってたわけじゃないじゃん、俺だって、うん、文句をさ言ったりしてたじゃん、うん、
見事に切り取られてかわいそうなやつだな、うん、あれはお前の文句を全部切り取るとさかわいそうに映るんだもんねねだから編集次第の例えば今この撮ってる動画もさ編集次第で俺がすごいかわいそうに見える編集次第俺のことすごいさ悪人に仕立てられるようん俺いつもそうやってるだからああみんなにさすごいさ性格悪いですねって言われるんでしょ俺がかわいそう聞かないからここに置かないでさっきからかわいそう俺どうせこれもカットされてさマミーのさフォローもさカットされてさマミーと俺がさ悪人わかんない面白かったら使うマレフィセントとその息子みたいなそういう感じでしょ一番性格悪いのは俺だよねってよく思うんだよね、うん、裏切り者ダチミツヒレみたいな表で割れてこっててだってしょうがないや本音を言ってみようお前も性格悪いんだここらで行こうなんか質問挟んでみるじゃんいいよみんな結構俺たちに対する質問が多いんだよねね質問って言ったからかなお悩みって言ったうんだね聞き方あるかとあとあれが嫌だった短めでお願いしますってなんかさ、前お立場で短いとか言ってんのなんか俺もあげた後、あれだなと思ったんだけど、うん、じゃあ、りょうがいつもさ、これどうやってさ、このなんていうの、短くしたらさ、まあ、最初の15秒くらいで収まるかな、みたいなことずっと言ってるじゃん。うん、そっちの方がりょうが聞くのにいいかなと思ってやったんだけど、ごめんなさい、ちょっと偉そうで。よそのさ、俺も分かってます、ちょっと後悔しました。恥ずかしいとか思いました。恥ずかしいよ。恥ずかしいでしょ。俺だったらもう、外歩けないわ。でも悪気があって言ったわけじゃないの、うん、そうなのね、うん、なんか量がちょっとでも動画撮りやすいかなと思って、まあ、あと長いのはもうロングでやっちゃえばいいからさうん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 これ長くなりそうだなと思ってたんだよね、うん、仕事の時間がバラバラで彼氏が今後寝室を分けたがっているんですがもし2人ならどうしますかっていう質問が来てました。はい、ここに置くのなごめんなさい。何起きる時間が違うから途中で起こされたりするのが嫌だってことでしょ彼氏さん。うんうんうん。その彼氏さんがさ分けたい分けたくないってなるからもうさ折衷案しかないよね。結局さどっちかの意見に決定したらさもうさ。だから1週間のうち半分以上一緒にいて半分はさ一人で寝る時間にすればいいやん。その人が休みの日とかね。うん、なんかそういう譲り合いをすればいいんじゃないお互いにね。まあそれかなんかまあ一応でも別に寝室2つ作っとく分にはいいけど、うん、作るだけ作っちゃって基本はこっちで寝るけど仕事の日とか朝早い日とかは違うベッドで寝ててもいいよとか起こすの申し訳ないなと思ったら後から寝る方が気を利かせればいいわけだから、うんね、一緒にベッドに入るみたいな時期があるんだったら一緒に寝ればいいんじゃない。これはあの要2人で相談してください。そうね結構大事。でもね一歩間違えたらさそれってさ永遠に続いちゃうじゃん。まあね俺それが嫌なんよ。主婦の人のツイッターを見るのが好きなの。夜中とかにさまあ旦那さんの愚痴言ってるさツイッターがいっぱい流れてくるようなタグを見てるんだけど、うん、性格悪いね。うん旦那さんと寝てない人多いんだよね。それがなんか鶏が先か卵が先かみたいな思うんだけど、うん、多分寝室別にしたのが先なんじゃねこれって思っちゃうの。あで大体そういうのってさ子供を産んだらさ、うん、結構ガラッと変わるっていうじゃん、うん、だ子供を産んだらまあ子供のお世話とかでさ時間もかかるけどまあ寝る時間が違かったりとかさ一緒に寝る時がないあれじゃねってなっちゃう、ね、一緒に寝ないからって別に愛は冷めるかどうかはなっちゃう。俺らがさ一緒に寝なかったらもう終わりよ。うん終わりだった俺たちはね俺たちはね。でも俺たちの状況で言ったら別々しないといいと思うけどまあね彼氏さんもちゃんと寝たいんだろうね人ね。当たり前よ。結局それが睡眠でしょ。睡眠しっかり取れなかったら仕事に影響するでしょ。仕事でさストレス抱えるし家帰ってきてもストレスやん。悪循環になっちゃうから。そこはねお互いねうまいこと決めてください。いい方向で。0100は無理だな。0100は無理。うんこれは絶対無理んです。はい次まだやんのこれ。うんなんか本当にね業者に恵まれてる。そうね。うんこれをなんでかって聞かれた時になんかなんでなんだろうって考えてもあんまりわかんないんだよね。大丈夫そうってなんか酔っ払ってんのかなと思ってあほらあってる。りょうくんはもしひょうくんの方が家を留守にするなら何泊以上が嫌だとかありますか。全然1泊以上だけど。そう泊まってこられるのだよ、うん、まあでも誰とどこにいるか所在が分かればあんまり気にしないし。いや一人で寝るのも嫌だわ。ああそう、うん、我慢できるかできないかだったら我慢できるよ、うんうんうん、彼氏から1週間連絡来なかったらどうしますか。僕はいろいろと不安になります。1週間うん連絡来るかも俺
多分切れる以外選択肢なくなる、切れていいと思う普通に。いや、じゃあ、いや何をもって1週間連絡来てないか分かんないよ。いやだって本当にさ、病気とか事故とかだったらさ、もっと早く分かってるじゃん。今日から1週間連絡取れなかったらお母さんに連絡したりとかしてさ、それでも所在がわからない、もう警察かな。お前俺のこと放置して違う男探しに来そうだけど。いやそこはちゃんと完結させないと。あ、なになに、民事でも俺のこと呼び戻して終わりにしましょうっつって、あ、もう戻っていいよって言うんだよ。それはお前の状況によるやん。そこはちゃんと決着をつけてから次かな。だってね、生きてるか死んでるか分かんないのにさ、次探したってなんかモンモンすんじゃん。だってそうね、うん、友達とかそうやって家族とか当たってって分かんないんだったらもうどうしようもなくない？だって1週間で結構長くない？バカなのかなって思っちゃう。家まで行っても家にいないとか、そういうこと？まあ遠距離かもしれんけどね、この人は。遠距離だったらマジでもうないわってなる。ないわってなるかも、でも仕事で忙しくなるんだよね。いやでも超ブラックだったら許せる。いや携帯くらいいじれるわ。だからもう警察どんな携帯いじれないぐらい、会社でさ携帯すらいじれない、もうなんか暴殺もなんかされてるみたいな、そういう状況も分かってるなら、じゃあこっちはこっちで頑張ろうみたいな切り替えできるけど、分かんないわ。多分その人がどんな状況であろうと1週間返さなかったっていう事実で切れると思う。あー本当、連絡はよこせと、ほうれん草って言うと。だって俺も寮に言うやん、前がほうれん草買ってあるのに言ってんだけど。え、違うの、なんかさ、寮もさ、連絡を起こさなくなるのよ。それこそこの前さ、友達と飲みに行った時もさ、10時半くらいに帰るって言うからさ、10時半にさ、LINE してさ、まあ、それでもさ、返信返ってこないから終電までには終わらせるみたいな言ってたじゃん。だからじゃあ終電の時間に合わせて仙台駅に迎えに行けばいいのかなと思って車で迎えに行ったら、そっからまあ1時間以上連絡取れなくて、結局なんか1時過ぎ1時半とかかな、なんかごめんみたいな感じで帰ってきたじゃん。マジでぶっ殺そうかな、こいつ。酔っ払ってんのもしょうがないやん。まあそうだ、その時にさ連絡交換した古着屋の人、そういえばいたわ。意外と俺外で仲良くなる、仲良くっていうか人とコミュニケーション取れるんだな、再認識した思う。イケメンだったから交換したんじゃない。あ、でも顔整ってる人だったけど、そんなつもりではない。そんなつもりではない。その時はね、りょうさ酔っ払ってくるとさ目閉じながら喋るよね。なんか酔っ払うとあれだね、お前性格の悪さが顔ににじみ出てるよね。それいつもだから、酔っ払っても酔っ払ってないとも関係ないから。はい、ということでもうずーっと喋ってるからさ大丈夫、マジで。この動画が良かったらチャンネル登録、いいね、コメント、インスタのフォローと TikTok のフォローよろしくお願いします。お願いします。はい、ということで次回お会いしましょう。せーの、バイバイ。ねえ、だからさ逆なんだって、わざとしまの、なー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 な。最近マツケンサンバ踊ってんの。うん、戻ってみ。編集中にさ、ドタドタ聞こえない。聞こえる、うるさい、すごい。リオ寝てる時にさ、そこでさ、おーれーってやってんの。お前さ、揺れるダンス好きよね、なんか小刻みに揺れるダンス好き。マツケンサンバとあと、てててれててててカーニバルみたいな。お邪魔女カーニバル、違う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 、サンバだ。サンバだ、うん、小刻みに揺れんじゃん。好きよね、なんかケツでけえからね。え、ケツの腹出てるからな。え、それで勉強して、おやすみなさい。バイバイ。